エウロパ内部の図表海洋惑星と二つの衛星の創造図海洋惑星とは仮説上の惑星の種類である。全体が深さ数百キロメートルの厚い水の層に覆われた惑星で氷を多く含んだ惑星が惑星系の内側に移動した時に形成される。この言葉は単に海を持つ惑星という意味でも用いられるが、当記事では前述の特徴を持つ惑星について記述する。 惑星系の外側で形成される原始惑星は岩石の他に大量の水を氷の状態で含んでおり、これが何らかの事情でハビタブルゾーン内に移動して誘拐することで海洋惑星となる。古典的な惑星形成論では惑星の軌道を固定されたものと考えてきたが、恒星の近くを周回する境外惑星が多数発見された現在では一般的な現象として、 惑星の移動が起きていると受け止められるようになった。原子惑星の移動で海洋惑星が形成されるという発想もこのような認識の変化の中で登場したものである。海洋惑星についての初期の議論は2003年にマーク・クシュナーやアラン・レジャーが行ったものがある。水が長い期間存在するためには惑星あるいは衛星がハビタブルゾーンに位置し、 磁気圏お及び十分な重力を保有している必要がある。重力には大気を維持する働きがあり、大気圧がなかった場合水はすべて宇宙に蒸発してしまう。また、惑星の強い磁気圏は大気を太陽風から守ることで地質学的な時間単位で水を保持する役目を担っている。惑星の大気は惑星形成の過程で起きたガス放出か、 原子惑星上成分が惑星を追っている時に重力によって捉えたことで形成されている。太陽系外惑星の表面の温度は大気の温室効果ガスの影響によって決まり、温室効果ガスは恒星の放射するエネルギーを吸収するため、赤外線によって容易に観測が可能である。海洋惑星の創造図。太陽系には海洋惑星は存在しないため、 海洋惑星という言葉は太陽系外惑星の議論の中で使われる。海洋惑星の海の深さは数百キロメートルに達し、地球の海洋とはスケールが異なる。海底は高圧となり、融点が上昇するために水が常温で凝固し、地球上では見られないような高圧愛合リがマントルを構成していると考えられる。また、恒星に近い高温の惑星では、 海洋の温度が沸点を上回って、水が超臨海流体となり、太陽系のガス惑星と同じように、惑星の明確な、グリーゼ 581D は、海洋惑星の候補天体の一つである。この惑星は、グリーゼ581の、ハビタブルゾーン内の外よりを降天しており、液体の水が存在するに、十分なほど、惑星の表面温度が高められている、可能性がある。 太陽系外の惑星で、海洋惑星の候補として、ケプラー11の惑星系、グッチョブ 1214B、ケプラー22ビット、ケプラー 62F、ケプラー 62E、トラピスとマイナス1の惑星系が挙げられる。これらの太陽系外惑星は、ケプラー衛星によって観測されることが期待されている。詳細は、宇宙生物学、惑星の居住可能性、および、 ハビタブルゾーンを参照海洋惑星の特徴は、海洋惑星の歴史と太陽系の形成と進化を解き明かす手がかりとなるかもしれず、海洋惑星の生命の誕生と居住可能性が挙げられ注目を集めている。基地の生物の大半は、その生存に液体の水が不可欠であり、海洋惑星には、それが大量に存在しているため、エネルギーとなる栄養物が確認された場合、 生命体の存在する可能性が生まれる。ただし、地球の5倍以上の水深を持つ海洋惑星は、海底部がその水圧により形成された氷に覆われるために岩盤の侵食が起こらず、プランクトンのような酸素を生成する地球型生命が進化するために必要な量のリンや栄養物が溶解していないことがシミュレーションによって判明した。一方、 エウロパやエンケラドスのように海が計算潮の地殻上に存在し、熱と栄養物を有しているために生命居住に適した環境を有しているとみなされている天体もある。表面の火山活動は海に水星からの有機化合物やソリンのような重要な物質をもたらす可能性がある。ありがとうございます。